どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回は最強ソングの普言をさらに強く使うための6つの方法を紹介したいと思います。普言はオートで使用しててもそれなりに強く扱いやすいキャラクターの一人ですよね。ですが扱い方を間違えると微妙な性能になってしまうこともありますので、さらに強く使うための方法を紹介していきたいと思います。普言を引いてどう育成するか困っている方、または手動で戦闘する時の注意点などをまとめてますので、気になる方は最後まで見てもらえると嬉しいです。またチャンネル登録などしてもらえますと今後のモチベにつながりますので、応援してくれる方はよろしくお願いします。それでは早速解説していきましょう。普言を強く使う方法の一つ目は EP の効率を上げるスキルのタイミングを覚えるということです。普言を強く使う上で重要なのは、いかに回復の手段を確保し続けるかというのがあります。普言の採用としては長期決戦寄りとなるため、 EP 効率は非常に重要となるんですよね。そこで注目したいのがスキルによる EP 回復量アップになります。普言には対立進数という追加能力があり、これを利用すると大幅に EP を回復ができます。使い方はとても簡単で、休館の陣が起動している状態でさらにスキルを使用するというだけになります。これは実際にプレイを見てみた方がいいかなと思います。休館の陣が切れた時にスキルを発動すると EP がちょっとだけ増加していますね。これだと普通ですよね。ですが休館の陣発動中に重ねて使用すると EP がさらに増加しています。こちらの方が効率よく EP を貯めれてますよね。 EP 回復に関しては普言にとって必殺技を回しつつ自己回復の総数を獲得する方法となりますので、しっかりと EP を稼いでいくというのは非常に大事です。これをなんでわざわざ言うかというところなんですが、オートの場合 SP に余裕がないとスキルを使わないっていうことがあるんですよね。このあたり損後だったりとか法上でよくあることなんですが、この点を注意しておかないとオートでいつの間にか死んでるってことがありますので、注意が必要となります。続いてスキルのタイミングについてです。先ほどの話だけを聞くと普言のスキル発動を狙うのは無駄があるように感じますよね。ですがスキルの発動のタイミングを覚えると、先ほどの EP 効率を得たまま耐久を維持することが可能となります。まず普言のスキルは3ターン持続となります。その切れ目の3ターン目には休館の陣が点滅をし始めます。この後に普言が通常行動をしてしまうと休館の陣が切れてしまうため、張り直しのタイミングっていうのが次のターンになります。ですがここでスキルを発動してしまえば、先ほどの EP 効率を生かしながらスキルをつなげれるため、防御面においては完璧というところになりますね。またこのタイミングで使用することによって普言の強みといえる大量のバフを切らさずに済みます。バフの種類としては回心率アップ、最大 HP アップが付与されますね。これにより攻撃面においてもサポートができるというわけです。ちなみに非ダメージマイナス何パーに関しては休館の陣関係なく常時発動しますので、スキルの発動が忘れてても初動などでは有効となります。とりあえずスキルのタイミングに関しては陣を見ておく必要があるっていうのを注意しておきましょう。続いては高度制限デバフ抵抗に関してです。休館の陣を発動すると追加能力によって得られるバフの一つですね。このバフに関してですが、味方それぞれ1回のデバフ抵抗ではなく、チーム全体のデバフ抵抗1回という風になっています。しかも重ね書きは基本できず、行動制限系にしか発揮をしないというところがありますね。そのため法上の元禄の召喚する枝などに連続で行動制限デバフを受けると耐えきれないっていうのがあります。どうしても全体で1回っていうのが少ないんですよね。ただし例外もあります。カフカのような第3段階目の支配などのようにまとめて付与してくるものは全て効果抵抗することが可能です。これがめちゃくちゃ便利なんですよね。1回は1回なんですが、単体なのか全体なのかで効果の発揮し具合が全く変わります。なので全体に対しての付与には強いという一面もありますので、そういった意味では活用してみましょう。またスキルの貼り直しによって行動制限デバフ抵抗も回数がリセットされますので、しっかりと付与をするっていうのが大事です。ただこのためだけにスキルを使い直すかって言われるとちょっと微妙なので、基本的にはつなぎ目でデバフを貼り直すっていうのが一番いいです。続いてはバリア付与で耐久面がアップするというところです。普言の緩急の陣についてですが、 HP による肩代わりだけではなく自身についたバリアも肩代わりの対象にできます。ただ普言はバリアの付与自体ができないため、高塩水の記憶の素材などを活用することでバリアをつけることが可能となっています。これにより編成にバリア持ちは不要となり、自身で耐久値を伸ばせます。しかも効果抵抗もアップするのでデバフに強くなるんですよね。
欲の素材が意外と良かったりします。また不減の負担する攻撃ですが、持続ダメージも負担の対象となります。この持続ダメージに関してですが、不減の瀕死になりやすい原因だったりするんですよね。それを緩和するために高円錐のバリアなどを活用する味方と自身の被害を抑えながら戦うことが可能という風になるわけです。防御力を上げる勝利の刹那やヘイトアップのランドゥなどもいいんですが、記憶の素材も意外と優秀だったりしますね。 HP の理想が8000までいかない場合などは、記憶の素材のバリアでその負担を減らすこともできますので、こちらも採用の理由としてはいいかと思います。意外とバリア付与できると強いキャラクターではありますね。続いて異物の選び方が大事というところです。異物についてですが、現在のおすすめとしては宝銘と兵士、折れた竜骨になるかと思います。こちらに関しては HP アップ、被ダメージ減、効果抵抗がアップする性能となっており、自身が攻撃を受けた時に緩和できるようになっていますね。ですがこの異物選びについては、ある基準を元にした場合、吹雪に対峙する兵士は一旦異物を変えることをお勧めします。その基準に関してですが、まずは HP8000 以上を達成できるかどうかというところです。不減の耐久を強く使いたいという場合に関してなんですが、 HP を8000超えない場合は負担としてかなり心細くなります。まずアタッカーの HP からちょっと考えていきたいんですが、だいたい1人当たり3000から4000くらいとなってるんですよね。しかもこのアタッカーに関しては防御力も低く、壊滅のキャラとなるとヘイトも高くなって、あっという間に HP が削れてしまいます。まあ、集中砲火を受けることが多いんですよね。しかも不減に関してはこれを3人分カバーする必要があるため、例えば3人に4500相当のダメージを受けた場合、 65% でだいたい3000弱のダメージを負担することになります。この時に HP 条件として6000なのか8000なのかによって HP の耐え具合や回復の消費などに影響を及ぼすっていうのが出てくるんですよね。なので8000の場合であれば2回ほど耐えた上でテンプの回復が発動するので1回分の節約になります。なんですが6000の場合は1回1回で3000受けるので半分切ってしまい、2回使うことになるんですよね。同じ攻撃2回受けた時の影響がかなり変わってきます。また HP が高い方が追加能力の回復や最大 HP アップへの影響も大きくなっています。なので異物を選ぶ際は理想を組むっていうのも大事なんですが、ある程度異物の種類は妥協するっていうのが大事です。ただし妥協のしすぎもあまり良くないっていうのがありますので、宝銘の4セットかメッセンジャー2セットなどと入れ替えたりして、どちらか HP が高いものをつけていくっていうのが理想となります。個人的には宝銘とメッセンジャーは2セットずつで組んでいますが、 HP8000 自体超えてて全然問題ない耐久値となってます。実際そこが高いと安定感だいぶ変わりますね。それでは最後の不減を強く使う方法ですが、奇跡レベルを上げることは必須級の必要なこととなっています。まずダメージを下げる部分となりますが、負担の 65% っていうのは変わらなく、テンプの性能を上げるのが一番楽になってます。でテンプは全員の被ダメージを抑える上で特に重要になるんですよね。ここの数値は変動していきますので、ここを上げないと被ダメージは最低のマイナス 10% のままになります。不減のテンプ回復量も低いままとなるんですよね。味方だけなく自身の回復量にも関わってきますので、必ずレベルを上げるようにしておきましょう。次に優先したい奇跡は追加能力となります。これには EP 回復量アップや必殺技の HP 回復機能の付与、行動制限デバフ抵抗と不減の性能をアップするものが多くあります。そのため回復しないまま使用していると回復もしないし、行動制限デバフももろに受け止めてしまうので注意が必要です。こちらもレベルアップしたら確実に獲得するようにしておきましょう。これもかなり大事な部分ですね。後回しにはしない方がいいです。そしてさらに獲得しておきたいのはステータスの HP アップと効果抵抗です。不減はこの2つのステータスは非常に重要で、 HP は 18% アップとなっています。効果抵抗は 10% までアップしますね。 HP に関しては8000以上を目指すことが理想となっていますので、欲しいステータスですよね。さらに効果抵抗は折れた竜骨を採用する際の条件緩和になります。意外と獲得するだけでステータス関連が達成できますので、獲得しておくのがいいです。意外とギリギリ8000いかないなっていう方はステータスアップの確認をしてみるといいかと思います。また回心率が多くありますが、こちらに関しては回心率バフに影響を与えませんので、後回しで問題なしです。最後に強化しておきたい項目はスキルになります。
スキルに関しては HP と回復率のバフがアップするようになっています。 65% 負担は変わりません。倍率としてはレベル10で HP6%、 回心率 12% となっており、どちらとも高いと嬉しい数値となっていますよね。またこのスキルのいいところに関してなんですけど、不言自身にも付与されるという点があります。HP 発生するために基本的なステータスを達成するというのがもちろん重要なんですが、このバフも非常に嬉しい要素となりますので、しっかりと強化をしておきましょう。意外と 6% がバカにならないところですね。ということで、今回の最強孫悟の不言をさらに強く使うための6つの方法はいかがでしたでしょうか。不言自体強いキャラではあるんですが、性能を抑えた上で改めて使用すると面白い部分が多かったのではと思います。特に HP が非常に重要なキャラとなるので、負担の軽減を意識するのは非常に大事です。孫悟の耐久枠として実装から現在までまだまだ活躍ができるキャラですので、使用はしっかり抑えておきましょう。不言の育成ポイントやリソースステータスなどについて知りたい方は概要欄に過去の動画を載せてますのでご覧ください。また僕自身ですが、不言についてこのあたり気をつけてからだいぶ耐久値が上がって扱いやすくなりましたので、ステータス中心で考えていくと一番はいいのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。